オラシオ・アカバリョは、アルゼンチンのプロボクサー。本名は、オラシオ・エンリケ・アカバリョ。ブエノス・アイレス州出身。元 WBA ・ WBC 世界フライ級王者。1956年9月21日、プロデビュー。1958年10月12日、後の世界フライ級王者、サルガトーレブルニと対戦し、8回判定勝ち。 1959年8月1日にブルニと再戦し、10回判定負けでキャリア初黒星となった。1961年7月1日、アルゼンチンフライ級王座を獲得。同年10月7日には南米フライ級王座を獲得した。1965年8月7日、WBAWBC 世界フライ級王者、サルバトーレブルニと、 ノンタイトル10回戦で対戦し、10回判定勝ち。同年11月1日に WBA、同18日には WBC が、ブルニが世界1位、エビハラ・ヒロユキの挑戦に応じないことを理由に、ブルニの世界フライ級王座を剥奪した。当初、エビハラと世界2位赤羽両で9位の王座決定戦を行うことになったが、エビハラが拳を負傷したため、 中止となった1966年3月1日、74戦目での世界王座初挑戦となった空位の WBA、WBC 世界フライ級王座決定戦で、世界3位、高山勝義と対戦し、15回判定勝ちで WBA、WBC 統一世界王座を獲得した。1966年7月15日、初防衛戦で、 エビハラ・ヒロユキと対戦し、15回判定勝ちで初防衛に成功した。なおエビハラは試合前のスパーリングで左目上を負傷して赤羽も風邪を引くなどで試合が1週間に延期される事態があった。1966年12月10日、2度目の防衛戦でアラクラン・トーレスと対戦し、15回判定勝ちで2度目の防衛に成功した。 1967年2月21日、ノンタイトル10回戦で、田辺清と対戦し、6回 TK を負け。1959年に、ブルギに帰して、以来の2敗目であった。赤羽良と田辺の再戦が、世界タイトルマッチとして行われることになったが、田辺が眼室を発症したため、中止となった。1967年8月12日、3度目の、 防衛戦で、エビ原博之と再戦し、15回判定勝ちで3度目の防衛に成功した。これが最後の試合となった。1968年10月2日、WBA ・ WBC 統一世界王座を返上し、引退した。ありがとうございます。